ありがとう、イネさん。めぐみちゃん、どうしたんだい？ほら、あんなところに。足が治ったからな。うん。でも、さっきからずっと降りてこないんだ。心配ないよ。猫は高いところが好きなんだ。そうなの？あ！びっくりした。足は大丈夫みたいだ。もう心配ないよ、めぐみちゃん。うん。じゃあね。原崎。葉月くん。その薬は？あの子、心配だったから。そうか。のぞみお姉ちゃん！足、もう大丈夫だよ！よかったな。薬、もういらないわね。じゃ、お店の手伝いがあるから。ほら、食べな。うまいぞ。食べてる食べてる。よっぽど腹が減ってたんだな。うん、とっても嬉しそうだよ。ありがとうお兄ちゃん。よしよし、いい子だ。ミミ、寒くないか？じゃあまたな。面白そうだな。買ってみるか。またこれか。続けてみるか。こいつは。もう少し遊ぶか。これは。続けてみるか。こいつは。もう少し遊ぶか。いや、やめとこう。
葉月くん。原崎。どうしたの？ん？何かあったんでしょう。いや。喧嘩？いや、そうじゃない。お願い、危ないことはやめて。大丈夫だ。私、葉月くんにもしものことがあったら。心配するな。きっとよ。約束して。ああ。じゃあ、またな。日坂さん、りょうくん、この辺りで募集してるとこ。さあ、私には分からない。この辺りでさ。そうですね。なあ、でも元気ないっすね。困ってんだったら力になりますよ。当てにならないな。あ、これでも港のことには詳しいんすよ。何でも聞いてくださいよ。港で働きたいんだ。どうしたらいい？船乗りになるんすか？かっこいいっすね。でも俺船ダメなんすよ。すぐ酔っちゃってもういい。だって、ちょっと待ってくださいよ。なんとかしますよ。船から荷物を運ぶ仕事の親方なら何人か知ってますぜ。本当か？兄貴のために一肌脱ぎますよ。頼めるか？じゃ
明日の昼12時に第一倉庫の青い大扉の前に来てください。昼12時第一倉庫の青い大扉の前だな。はい、じゃあその時。これを。はいはい、ありがとうございます。またどうぞ、よろしく。これを。はいはい、ありがとうございます。はいはい、くじを1回どうぞ。ハズレか。ハズレでした。これください。はいはい、ありがとうございます。はいはい、くじを1回どうぞ。ハズレか。また挑戦してください。これください。はいはい、ありがとうございます。はいはい、くじを1回どうぞ。ハズレか。また挑戦してください。ダーツ1回100円。ちょっと遊んでみるか。いい感じだ。
やった。当たった。やった。ラストか。よし。終わりか。もう一度やってみるか。よし。いい感じだ。やった。よし。ラストか。よし。どうしようか。ここまでにするか。一曲100円。一曲かけてみるか。面白そうだな。買ってみるか。ん？こいつは。続けてみるか。やっぱりやめよう。
ここで練習できそうだな。少し体を動かすか。よし、やるか。ここまでにしておこう。忙しそうですね。どうかしたんですか？え？ああ、りょうくん。何かあったんですか？顔色が悪いみたいだけど。ううん、別。そうですか。あ、りょうくん、最近栗田さんと会った？栗田さんがどうかしたんですか？ううん、何でもない。そうですか。スペースハリアー、1回100円。遊んでいくか。Welcome to the Fantasy Zone. Get ready.
Thank you.
よ。あ、お兄サッカー。ごめん。どうだ、おいしいミルクだぞ。うまそうに飲むなこいつ。きっとおいしいんだね。じゃあそのうちまた持ってくるか。うわーい、ありがとうお兄ちゃん。福さん、涼さん、心に迷いが出たら道場に来てください。稽古の相手をしますよ。ああ、神奈川地方気象台発表の気象情報をお知らせします。神奈川県東部、明日は曇り後晴れでしょう。お客様のおかけになった電話番号。はい、もしもし。もしもし、葉月ですが。はいはい、何でしょう。あの、原崎さんいますか。のぞみならまだ帰ってきてないけどね。そうですか。帰ったら電
ましょうか。いえ、結構です。そうかい、本当にいいのかい。ええ、失礼しました。いえいえ。
大切に使わないとな。どうだ、食べるか。うまそうに食べるな、こいつ。きっと美味しいんだね。じゃあそのうちまた持ってくるか。うわーい、ありがとうお兄ちゃん。まだまだ小さいな、お前は。ミミ元気そうだな。じゃあまたな。これください。はいはい、ありがとうございます。ありがとう。
とうございました。またどうぞ。ガチャガチャ、1回100円か。ちょっとやっていくか。おお、これは。続けてみるか。いや、やめとこう。トム、はい。相変わらずトムはそのうち来るさ。君、関係者以外は立ち入り禁止だから、ほら離れて。No, sorry. Ha!
兄貴、仕事を見つけてきましたよ。そうか、ありがとう。この港の五郎が命がけで取ってきた仕事っすよ。何言ってるの、私が見つけた仕事でしょ。うるせえ、女が黙ってろい。舞ちゃん。よお兄ちゃん。嘘、お知り合いで。五郎のバカに頼まれて見つけてきたんだ。いつも販売弁当を届けてるから、なじみの監督さんに頼み込んだんだよ。そうそう、色味使っておじさまお願いしまーす、なんつってな。バカ。でどこへ行けばいいんだ。昼2時までにアルファ貿易事務所の矢田さんを訪ねてみて、約束してあるから。2時にアルファ貿易事務所の矢田さんだな。ありがとう。そんじゃ。すいません。なんだ君は。矢田さんですか。ああ、そうだな。弁当屋の舞さんから紹介されてきました。おお、弁当屋のところの舞ちゃん、聞いてるよ。じゃ早速取り掛かってもらおうか。はい。あんちゃん、フォークリフトの経験は。ありません。しょうがねえな。荷物傷つけたら減給だからよ。はい。おい、マーク、ちょっと来い。 OK バース。じゃ君、あとはマークに聞いてくれ。わかりました。マーク、このワンちゃんにフォークを教えてやってくれ。 OK バース。葉月亮です、どうも。マークだ。 We're buddies、 仲良くやってこうぜボーイ。フォークの運転は簡単だよ。 Really easy、 直になれるさ。あ、はい。じゃあこれ乗って。よし、準備 OK だな。じゃあレクチャーを始めよう。まずはそのハンドルを左右どちらかに回すんだ。グーッ、そうだ。ネクスト、次はアクセルだ。もっとしっかりアクセルを踏むんだ。もっとしっかりアクセルを踏むんだ。 OK、 いいぞ。ネクスト、バックだ。アクセルとは違うぞ。よし、そうだ。最後はリフトのアップダウンをやってみろ。よし、まあまあだな。じゃあ次はそのボックスを運んでみてくれ。すぐそこにある第三倉庫にこの荷物を入れるんだ。まずボックスの下にフォークを突っ込む。 NEXT、 そのまま上に上げて運ぶ。よし、今度はお前の番だ。荷物は倉庫の中のマス目の上に置くんだぞ。今日は全部フィニッシュするまでトレーニングだ。いいな。残ったボックスを全部第三倉庫に運んでくれ。はい。俺は仕事に戻るから、あとは自分一人でやるんだ。わかりました。
りか。おう、お疲れさん。お疲れ様です。フォークの運転は覚えたかい？ええ、なんとか。バイト代はな、最初は荷物を1個運ぶごとに300円だ。荷物には毎日ノルマがあるからしっかり頼むよ。はい。ノルマを達成できたらバイト代を上げてやるから頑張ってくれ。わかりました。じゃあよろしくな。よろしくお願いします。リョウ、マークさん、明日は朝9時に来てくれ、いいな？はい、わかりました。仕事を始める前にちょっとやることがあるんだ。仕事の前にですか？ああ、そうだ。まあ、明日来てみればわかるさ。遅刻するなよ。はい。ガラ、チーズ。お前、マッドエンジェルスのこと。あ、うわー、兄貴お疲れ様っす。なんだ、大声出して。その名前、でかい声で言っちゃダメっすよ。なぜ？なぜって。お前、マッドエンジェルスのこと。あ、だから大声で言わないでください。ここじゃ禁句なんすから。なぜだ？それは何の用があんのか知らないっすけど、あんまりおっぴらには探る。じゃあまたな。これを。はいはい、ありがとうございます。はいはい、くじを一回どうぞ。外れか。残念でした。これを。はいはい、ありがとうございます。またどうぞ、よろしく。
これください。はいはい、ありがとうございます。はいはい、くじを一回どうぞ。ハズレか。ハズレでした。一回100円か。買ってみるか。ん？こいつは。続けてみるか。こいつは。もう少し遊ぶか。やめとくか。まだ時間があるな。この辺で話を聞いてみるか。トム。はい。ちょっとマッドエンジェルスって知らないか。 Oh no! Very dangerous なグループね。 Real 関わらない方がいいよ。他に知ってることは。バイクでよく人を、港のホームレスもたくさん怪我。そんなに悪どい奴らの。とてもクレイジーね。そうか。この鍵。じゃあ今度はお前に遊んでもらおうか。何？バイクで俺たちと勝負しな。バイクで？チキンレースだ。おめえも知ってんだろ。付き合ってやってもいいが、俺が勝ったら二度とこの人には手を出すな。あいつが合いそうです。この缶からが地面に落ちたらスタートだ。行くぜ。これでも食らえ。行かないぞ。遊びだよ遊び。おいよ。おわっ。このケーキ。俺の勝ちだな。ちくしょう。覚えてろよこのガキ。
栗田さん。ああ、あんたか。あの、悪いけど今、ゆり子ちゃんと別れた俺のわがままで、あんた、女は、いや、あの、なあ、しばらくここの一つの恋、いや、興味ね、いや。原崎。葉月くん、バイト始めたんだって。ああ。そっか、ますます会えなくなるね。そうだな。でも突然ね。ちょっと目的があってな。そうなんだ。りょうさん、心に迷いが出たら稽古の相手。ああ。朝か、今日からバイトだ。
かったな。もうちょっとだったよ。ほら、これが商品だ。ありがとう。さあ、もう仕事の時間だ。行くぞ。今日からよろしくな、ボーイ。よろしくお願いします。早速仕事だ。この荷物をフォークリフトで運んでくれ。どこへ運べばいいんですか？18番倉庫だ。これがルートマップ。今日のノルマはそのマップに書いてあるからよく読むんだ。ノルマよりもたくさん運べばマネーはアップするよ。わかりました。荷物を傷つけないように気をつけるんだ。 OK。
枠の中に置かないとな。What the hell? 俺たちのことを嗅ぎ回ってるらしいな。おめえ、チンの手先か。チンなんてやつは知らない。あ、本当に知らない。てめえ、とぼけんじゃねえ。やめろ。なんだこのガキ。痛え目に遭いてえのかよ。あいつらは？あいつらは、マッドエンジェルス。マッドエンジェルスが、なぜあんたを？どうやら俺を敵の回し者と勘違いしたらしい。チンというやつのグループらしい。よく知らないけどね。チン大人と、マッドエンジェルスが。ガラ、チーズ。お前、ま、あ、うわだ。なんだ、その、なぜ、なぜって。じゃあ、またな。日高さん。りょうくん。マッドエンジェルスについて何か知りませんか。マッド？それ、な。いや、じゃあ。ええ。ハニーさん。はい、リオ。マッドエンジェルスについて何か知りませんか。夜になるとよくバイクでこの辺を走ってるね。夜か。リオ、あ、いえ。リオが強いのはわかるけど。あの。え？
マーク。寮か。ああ。仕事はもう慣れたか。まあ、なんとか。そうか。期待してるぜ、寮。ああ、頑張れよ。寮、お前。いや、俺は。ああ、そうなのか。すいません。今、おや、ごめんなさい。当たり勘だ。すいません。はい、何ですか。マッドエンジェルスってあんな連中に何の用だい。知ってるんですか。夜になるとバイクで走り回ったり、最悪のやつらだよ。そいつらのことで他には。やつら港の中には逆らって病院送りになった作業員もいるって話だ。あんたも気をつけた方がいいよ。わかりました。もしもし。父なる天。九つの竜。母なる地。我が友。第八倉庫だ。賃貸人をお願いします。失礼ですが、そちらは。葉月と言います。お待ちください。何の用だ。ああ、聞きたいことがある。賃貸人と会わせてくれ。親父は今はいない。ならお前でもいい。話があるんだ。来たければ勝手に来い。もうこんな時間か。18番倉庫だったな。
仕事ご苦労さん。なんだ、ミーたちに挨拶しない、ダメよ。新入りは必ず挨拶、港のルールね、わかる？何の話だ。マネーだよ、マネーボーイ、すぐ出しな。お前らマッドエンジェルスか。逆らうよくないね。マネー出せないと痛い目に遭うよ。断る。Hey you、 後で後悔するね。 Come on boy。 God damn。 おい、お前たち。ノー！あ、待て。枠の中に置かないとな。枠の中に置かないとな。枠の中に置かないとな。枠の中に置くんだったな。倉庫に置かないと怒られるな。
はい、お疲れさん。ほら、今日のバイト代だ。どうも。あんちゃん、ノルマ達成だな。明日から50円アップしてやるよ。荷物1個につき350円だ。ありがとうございます。じゃあ、またよろしくな。はい、お疲れ様でした。兄貴、お勤めご苦労さんっす。お前、港には詳しかったよな。そりゃあもう、カツアゲのナイススポットからタッチションポイントまで港を知り尽くしてるゴールドちゃんっすよ。じゃあマッドエンジェルスのことは知ってるな。俺ちょっとトイレに。待てよ。いや、朝の食い合わせが悪かったのか、腹の調子が悪くて、ゴロだけにゴロゴロってこだなんつって。知ってるんだな。兄貴、その名前大きな声で言わないでくださいよ。なぜだ。その名前下手に口にしただけで海に沈められるっすよ。この港じゃタブーなんす。昨夜も片木の若い男がコンクリート漬けで沈められたって噂で。まさか。じゃあ兄貴、俺帰りますんで。ね、そんじゃまた。ああ、またな。マッドエンジェルスのことを聞きたいんだけど。やめようぜ、リョウ。あいつらとは関わるな。そうか。マッド、お前も奴らに何か。え？いや、なんでもない。トム。はい、リョウ。ちょっと、マッドエンジェル。リョウ。いや。No! Very dangerous! ああ、ちょっと。すいません、陳大臣に会いたいんですが。お名前は？葉月と言います。ああ、それなら伺っています。どうぞお通りください。またお前。マッドエンジェルスはその辺の船員どもに聞いてみたか。え？奴らの何人かはマッドエンジェルスと関係がある。船員たちが？
すいません、これを。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。またどうぞ。はいはい、ありがとうございます。すいません、これを。はいはい、くじを1回どうぞ。当たった。うわー、お客さんおめでとう。好きなの選んでください。じゃあこれを。はい、どうぞ。これください。はいはい、ありがとうございます。はいはい、くじを1回どうぞ。外れか。また挑戦してください。面白そうだな、買ってみるか。またか。もう少し遊ぶか。またか。続けてみるか。やった。続けてみるか。やっぱりやめよう。諦めの悪い男だな、お前ってやつは。何のようだ。技を教えてやろうってことさ。技を？大きなお世話だ。マッドエンジェルスごときに手こずっていては乱定には歯が立たんぞ。うるさい、お前の助けなんかいらない。ふん、それもいい。だが人の行為は素直に受けた方がいいぞ。さあどうする？やるのか、やらないのか。どうしてもというなら教わってやってもいいぜ。素直じゃないな。まあいい、まず型を教える。よく見ておけ。後方に一歩重心を移し、下がると同時に蹴りを放つ。
これが沿線攻却だ。最初は体さばきからやってみろ。まあまあだな。とりあえず型は覚えたってところだ。コツはつかんだ。まだ身についたとは言えん。もう少し練習してみたらどうだ。ああ頼む。見ていてやるからやってみろ。そろそろいいだろう。まだ続けるか。いや、もう大丈夫だ。覚えたのは型だけだということを忘れるな。使いこなせるかどうかはあくまでお前の修練次第だ。ああ。まあ、せいぜい鍛錬することだ。なぜ俺に技を。お前どうしても香港に行く気か。ああ。死にに行くと分かっていてもか。それでも行く。そうか。俺がお前だったら同じことをする。それが答えだ。すいません。マッドエンジェルスについて何か知りませんか。マッドエンジェルスね。変なことに巻き込まないでくれる。そうですか。これをください。はい、ありがとうございます。由緒ある寺に伝わっていた古伝の技だそうで根は張りますが、それだけの価値はありますよ。
原崎。葉月くん、日坂さんから聞いたんだけど、港って危ないところなんでしょ？そんなことはない。騒ぎに巻き込まれたって大丈夫だ。そう。ああ。1回100円か。ちょっとやっていくか。お、これは。続けてみるか。またこれか。続けてみるか。やめとくか。